そこで今回この残ったシチューに食感と風味を引き立てるチーズとパン粉を加えます。よくなじむように混ぜ合わせ、先ほどの柿の中に入れるだけ。はい、家庭では真似できそうですよね。ねえ、絶対できません。男性はね、僕には無理です。でも子供と一緒に作ったりとか楽しそうじゃないですか、家族とかで、ね、そうですね、はい、うん、甘いものとちょっとなんかしょっぱいものっていいですよね。スイカにしようみたいなことですか。私は生ハムにメロンと思ったんですけど。ああ人間のクラスが出ますね。いかに庶民かと思います。あ、そうですね、スイカにしようですね。